学生を対象とした男子学生寮である。運営は東京 YMCA が行っており、実質的な管理は寮に住む学生自身が行っている。友愛学者や親愛学者とは兄弟寮である。山手学者は1954年4月に高田の馬場の山手 YMCA 会館の5階に開設された。 東京 YMCA では1892年以来、地方から上京してくる学生向けに寄宿舎を提供している。借屋を用いて学生寄宿舎とした中猿町に始まり、東郷坂、早稲田鶴巻町、明賀谷、一橋寮、和美寮、中野寮を経て、京の山手学者へと至っている。2000年には、当時の東京 YMCA が財政難により、 一度配慮が決定され募集が停止されたが、当時の寮に住む学生や OB が YMCA の掲げる青少年育成の理念や他大学の学生との寮生活という大変貴重な場であることから反対を掲げ、署名活動、ハンガーストライキなどを経て、東京 YMCA 側との交渉により、2005年に募集が再開、2006年には正式に存続が決定し、 財政的な支援体制を構築するために、山手学者講演会が設立された。公益法人制度改革における公益法人への移行認定では、山手学者の働きは新制度の公益性の観点から大いに見直され、東京 i m c a が掲げる、青少年育成の理念を具現化した形であるということが評価され、 現在、東京 YMCA の重要なプログラムの一つとなっている。雑誌、プレジデント・ファミリーに、山手学者が紹介された。山手学者では、寮に住む学生に、実地の精神を養う、という観点から、経営を除いた寮の管理については、ある程度の自由を認めている。経営は、東京 YMCA の下部組織である山手、YMCA が行い、山手、 YMCA の主任主事が運営管理者となっている。一方で、運営を円滑にするために、山手 YMCA 会館の運営委員会より、若干なが、山手学者運営委員会を結成し、運営に関与している。2007年1月には山手学者講演会が設立され、寮生活や卒業後のサポートを行っている。なお、山手学者講演会会長には、 地の鉄郎が就任している。山手学者に入寮する学生には安価な生活場所が提供される一方で、寮生活に関与する責任や社会的な貢献が求められる。前者は寮の自治と呼ばれ、例えば寮生が参加するイベント等の企画を行う。後者は YMCA によるボランティア活動や募金活動、OB 会などに参加することになっている。 ありがとうございます。